はい、皆さんこんにちは。今回言及させていただきたいのは何に関してかっていうと、大手商社、伊藤忠ってあると思うんですよ。伊藤忠商事ということで、大手商社って言ったら、伊藤忠とか三井物産、三菱商事とかね、丸紅なんか思い浮かべられると思うんだけど、日本人の男性社員がおよそ1年間にわたって中国の国家安全当局に拘束されていることが JNN の取材で分かりましたということで、日本の大手商社、社員が長期間にわたって拘束されるのは異例ということでございます。で、広東省広州市、広州って広い州、2つあるんだけど、広い州の、国家安全当局に拘束されているのは大手商社伊藤忠商事40代の男性社員ということで、関係者によりますと、男性は去年2月にね、国の安全を害した疑いでスパイ行為などが取り締まる国家安全局に拘束されたということです。男性はすでに起訴されていますが、男性はどのような行為をした罪に問われたのか詳細は分かっていないということです。伊藤氏は広州市で中国企業と合同でリーナ地下鉄の業務などに携わっていますということで、伊藤氏の広報は JNN の取材に対し、男性社員が拘束されている事実を認め、現在状況を確認しますとコメントしています。中国で少なくとも8人の日本人がスパイ行為を疑われ拘束されて、そのうち4人がすでに実刑判決を言い渡されていますが、日本の大手商社社員が長期間になって国家安全当局に拘束されるのは異例のことですということです。これに関してです。これはちょっとひどいね。伊藤忠ということで、実際この彼がやってたのは広州市で中国企業と合同でリニア地下鉄の業務内に携わっていたということでね、で何かしらじゃあ写真を何か撮って、それでスパイ容疑をかけられて、いずれがスパイ容疑をかけられてるんでしょう。でこのような形でスパイ容疑をかけられて拘束された日本人というのは今まで8人います、少なくともね。で今回は新たに分かったわけだけど、実際はまあいろんなところ、外務省、外事課、いろんなところ聞いてるのもいるんだけどね、あえてここではちょっと言いませんけど、そのうち4人がすでに実刑判決を受けているということで、これに関してもね、非常に困ったことですよね。韓国ではいわゆる韓国徴用工という問題になってて、韓国から撤退する投資がかなり激減するのは事実だし、中国も同じようにこういうふうな中国に進出して投資をする、そういった企業が、結局はそのね、結局そこから離れていくのが実情です。例えばベトナムに関して前お話しさせていただいたと思うんだけど、ベトナムと中国っていうのはやっぱり敵対関係になりますね、中国共産党とベトナム共産党、かつては盟友だったわけだけどね。でその中で、中国から、ベトナムに工場生産拠点を移す、いわゆる日系企業が増えているのが実情です。ただ、自分の一族の会社、残念ながらね、親戚の会社なんかも、残念ながら韓国とか中国に子会社持ってますけどね。だけどやっぱり自分としてはね、自分は社長じゃないんで何とも言えないんだけど、そこのね、やっぱり反日リスクっていうのがあるので、そういったところを避けるために、やっぱりそういう親日的な国、ベトナムなんかいいし、タイは人件費少し高くなってるけど、タイだっていいじゃないですか。ミャンマーもこれが伸びてくるし、いろんなところがあると思うんです。そういったところにやっぱりどんどん生産拠点を移していくのがいいのかなって感じはします。今回伊藤忠が現在状況を確認しています。これは前から分かったことだと思うんだけど、だって伊藤忠自分のところの社員が、拘束されてればね、それはその視野からもちろんそういうふうにね、報告に行くわけじゃないですか。でも本当にこれ捕まってる方40代の男性社員ということなんだけど、この家族がいると思うんだけどね、非常に楽しいというかね、許しきれないというかね、じゃあ我々日本にいるスパイはどうなるのかという話なんで、スパイ天国日本でありますけど、いわゆる周辺、反日諸国のスパイ活動家がいっぱいいるのが実情です。じゃあそういったところを我々はじゃあかけていくのか、それはまずじゃあ日本で人権と言っている人権派の人々に関しては、まずこういったところに人権を弾圧してるわけですから、人権をねというふうに言っていくべきだけど、結局は左派、いわゆる共産社会主義で中国共産党に共鳴するということで、これは言わないのが実情なのかなって感じはします。それこそまさに卑怯ですよね。平和、人権と言いながら、こういった時は全く言わないっていうね、それは全くおかしいような話です。自分の場合はね、世界各地を渡り歩いてきた国際派の日本男児です。純粋なね、混じりのない。その中で言わさせていただくと、これ右左関係なく考えたとしてもちょっとおかしいことだと思うんですよね。でこういうことが横行してしまうと、韓国もそうだったと思うんだけど、同じようにやっぱりね、各国から例えばその進出するね、今までずっといわゆるその市場開放してきて外国企業を受け入れてきた結果が中国の経済が伸びてきたわけじゃないですか。それが成長が止まってしまう。であとは日本の技術も奪われてる、スパイ容疑って言いますけど、じゃあ日本の技術はどうなってるんだって言われてるのは、それはスパイ容疑ってかけるべきじゃないのかって話なんですけどね。期間までしてね、日本の企業が入り込んでるのがあるわけだけど、それを言っちゃうと、まああえてここまでしか言わないけど、まあ、全部大体ここのところでね、外事が外務省がいろんなところから公安とかいろんなところから情報を仕入れてるので分かりますけど、まあ言えることはここまでです。とにかくね、スパイ容疑をかけられているということで、糸中の社員ということで1年間ですからね、とにかく早期の、回復を願ってます。家族の方ももしかしてこれご友人の方とかね、見てるかもしれない、同じ同僚の方見てるかもしれないんだけど、とにかく、早く早期の解放を願っております。